Select your character. ちょっと今日は、ナオト祭りだから、意図的に動画に実況入れていこう。さあ、ワンピーが神風ナオト、いるぐらいに鬼神でね、対決したんですけど、ちょっと話にならなかったぐらいボコられたんですけどね。後半ちょっとだけ勝ったけど、大幅に負け越したんですが、まあ、それより悔しいとかいうよりも、すげえこのナオトみたいなね、そっちの方の印象が強かった。さあ、ナオト戦はそこそこやっているマイスターラムダですが、さあ、神風ナオトは全てにおいて火力があるとプレッシャーがね、始まりにかかるっていうのはやっぱありますよね。まあ、コンボ系は特に重要だと思うんですけど、崩したらしっかり痛いの入れる、でかい隙にはスーパー押し置きするっていうところなんですけど、そこの火力が段違いで非常に驚きましたけど、まあ、相場程度が物を言うキャラでもあるんで、そこにやったらすごいなと思うんですよね。さあ、これは重力邪魔して、円幅に進化届いていない感じ、こういうところは知りますね。やっぱりとっさに2ヒット確認で、連覇しに来るっていうのはなかなか難しいみたいなところありますけど、さあ、ここで OD して、さっき見したこれいいっすよね、運び、なかなかなるほどなみたいな。さあ、ここはバースト使っていきます。飛び越えてきた、しっかり対空をガードしているが、どうだ。さあ、カラビティ足りますね。最後ボリッと減ります。一本選手したのはマイスターラムダ。無駄行くジャンピング、あんな高くてもしっかりコンボになってしまう、便利。ここへの B ボタン強いですからね。さあ、危ない。これはやつでもしっかり反撃入れている。さあ、ダッシュ完成つけてなんとか重力を飛び越えたいんですが、それでも重力で多く止まってしまう、ナオトの持ち味が打たれてしまいますね。機動力リーチはないんだ、危ない。あーっと、いらんことしたか。バータイっぽい、バータイ、バースト読みだ。さあ、これよく俺が怒っている、ぐちゃっとした空投げ切れそうみたいな。でもこれが当たるんですね。2番インスマッシュは届かないが、何事もなかったかのように立ち、しかし円波が乗らない。位置入れ替わってあるよ。じゃあ、これ少しでも高い位置でこう追加、おお、やる、うわ、マジで。ああ、お互いバース読みしている。何何、勝負しなくていいからこのゲーム。レガシーガードしてしまう、地上ガードだ。ネクくれ、ネクくれ、ダメだよ君たち。いいからそういうバースト読みはね。勝利したのはマイスターラムダになります。いや、あわやあったんですけどね、ディバインスマッシャーはすごかったですね。さあ、次ゼロ回戦第2試合いきましょう。ワタコ白麺対ジュノカグラです。ジュノが自決しているので、あれ、あだっこ、はい。まあ、地上ディバインスマッシャーにしろ空中ディバインスマッシャーにしろね、画面端が見えてる状態でカウンターすると空中の方が多分優位あるのかもしれないですけど、地上はディバインスマッシャーは画面端ぴったりの相手にカウンターしても即立ち B とか押さないとね、結構猶予がなかったりとかするんですが、ダッシュ 3C がつながりましたね。あれは素晴らしかった。さあ、0回戦続きまして第2試合となります。これで0回戦が終了。勝った残った8名による1回戦、シングルトーナメントに進んでいきます。レベル1
じゃあワンピーがジュノサグラ、ツーピーがワタスコ・ハクメ、いわゆる週末常連生の2人ですか。はい、僕投げよく見て抜けた。空よして、あー、空よ出るの遅い。じゃあ西井からゲージ使ってダメージ取っていく。あーっと 6D を捉えていましたが、ここはしっかりカメラがコンボを決めて、印からバック重ねる。これね、取っても結局ね、あれまだ出した。さあ、ダンテスボール、お互いバーサス買っていきました。さあ、このラウンド取りに来たが、柳が当たる。これね、LO がやばいんですよね。柳取られ確認ラッキャンをやってくるんですけど、あーすごいなと思います。さすがにそこまではいかないかったな。さあ、ジャンプビー空中カウンターでラムダすごいって言ってましたけど、白面も大概ですね。ほぼ受けにスローで降りてくるから、さあしっかり低空カドモとガードして、よしカウンターからステステ投げ、省エネして、さあうまく飛んでいなす。駒投げ届いていない。連覇をシーハブナ、 6D を着地投げながらしっかり抜けている。よしボッシャが面白くなるの？ならない。勝利したのは渡航の白面です。1回戦進出。はい、じゃあこれで1回戦の方上から順番に行きたいと思います。マイスターラムダ対ノミオナオト、ナオト使い試練ですよこれ。我が研鑽にはまだ遠く及ばれ。まあ遠距離キャラはね、突進力あると言っても遠距離キャラはやっぱり得意ではないですから、このキャラ。まあ、いかに重力をかいとソロ様のをかいくぐってうまく触れるかというところになりますが、さっきはノーマルヒットでしたけど、以前近寄ってもエクシーガとかがまた、飛んでたりとかするのでなかなか難しいところですね。はい、ありがとうございます。ではここから1回戦となります。第1試合は 1P 側ノミオのナオト、 2P 側0回戦勝ち上がってきましたマイスターのラムダです。さあ、探しカウンターからジャンシー探しは拾えないが届かない、ギリギリ届かないですね。ラムダが無理しないというところですが、ラムダ側もそこは分かっているか。C が投げ抜けるが、ガンダッシュ、エクシーがさあガンダで腹崩れです。時間がある。さあシックルはちょい待ちでしっかり語らないように起き上がってきますが、さあ襲っていく。しかし 3C 暴れわちゃわちゃしていくが、危ない、突き抜けない、突き抜けなくてまだ大丈夫か。ああ、ゲージがある。一方先取したのはラムダ。さあ明らかに困ってますが、ここで飛んだ即バースト。さあダジディからブレイド当ててシックルガード、 4D はリークルセル返す。おいしい、この辺うまいよね、空中ヒットしっかり運んでいく。
小関中段が当たるな。さあ大会の緊張か出ません。三振で締めて、これも結構ありなんですよね。方向行くかと思いきや三振締めから置き攻めみたいなね。なんとギリギリ残るが、これは確かに厳しいか。ラムダ川投げ見てから抜ける。なんとこれはガードさされると前提のシックルでしたが、ガチ B で蹴飛ばして 1-1 でファイナルラウンド。クラッシュ回路、さあ 6A に OD、 ここはしっかりやってくる。1入れ替えからキャバーリーへ 6CXC から 4100、 スパイ重ねからシックル重ねて重力貼り直す。スパイク危ない、スパイク指導危ないですからね。シックル重ねて我慢我慢、うーんと 2D、 これまた同じような感じですね。さあ徹底しているサマナーの重力で、あとここで色気を出して位置入れ替わったぞ。あるのか中段。さあラフキャンコンボはミスるが、エクシーガーへぶっこ、あのコンボ嘘どころを落とした。危ない。コメジャンティは後ろからサマナーに挟まれて、これはカラミティまで決まってしまう。さあこれは5位でやってる甲斐があったんじゃないですか。マイスターラムダがナオトの強豪プレイヤー2人を立て続けに撃破して準決勝進出です。